ないしさ、なんか無下にするのも悪いし、ねえ。あ、ここはさすがに知らなかったは通用しないよね。そうだね。そういえば心が言ってたな。確かハロハピーとかって。へえ、そうなんだ。クマがいるなんて不思議だね。それでみんなはハロハピのライブとか見たことあるの？なんだろう。なんかハロハピのこと悪く言われるとちょっともやっとする。っていうか見てもないのにこの言われよう、ひどくない？ハロハピ悪くないらしいよ。その他の子に聞いたんだけど、ライブも楽しいみたいだし、見る前から変って決めつけなくても、そのいいんじゃないかなって。あ、そういえば2週間後ライブがあるって言ってたっけな。みんなも行ってみたらいいんじゃない？クマもほら実際に見たら変じゃないかもしれないし。場所とか聞いてみんなに教えるからさ。じゃあそろそろ私帰るから。はあ、緊急招集、羽沢コーヒー店に集まるべしと。うん、よし。みんな急に呼び出してごめん。みさきちゃん、今日は急にどうしたの？練習は明日のはずだけど。緊急事態って言うからはぐみ父ちゃんに謝って出てきたよ。分かったわ、ミッシェルから何か大事な伝言ね。みさき、もったいぶってないで教えてくれ。そのミッシェルは何だって？落ち着いて。みんなよく聞いて。ライブやるから2週間後。